はい、こんにちは、坂です。僕はですね、ブラジルでのサッカー経験や IC 周りでのサッカー経験を生かしてサッカー選手目線での戦術解説を行っております。今回はですね、浦和レッズ対横浜 F マリノスの解説をやっていきたいと思います。で、まず結果からなんですけれども、残念ながら1対2で負けてしまいました。はい、この試合はですね、まあ前節 FC 東京戦8対0の快勝があったので、すごい期待値高かったんですけれども、うまく攻撃噛み合わず、まあなかなかマリノスらしさが出なかった試合だったんですけれども、そのマリノスらしさが出なかった原因だったり、サッカーで結構重要なのは、前節の課題をどう改善したかとか、前節良かったところをどう引き継いだとか、そういうところがポイントになってくるんですけれども、前節良かったフリーランニングがこの試合は全くなかったのと、あとは相手が嫌がるプレーのところですね、そこが全然なかったので、まあその辺がうまく攻撃が噛み合わなかった原因だと思ってます。で、フリーランニングのところは、後ほど得点シーンの場面で解説しますので、そこで聞いてもらえればと思います。で、相手が嫌がるプレーのところの解説なんですけど、まあ、マリノスの攻撃って、ポゼッションサッカー、ボールを動かしていくサッカーなんですけれども、この試合で言うと、まあ、シンプルなこういう足元へのパスが、ややずれるっていうことが多発していました。まあ、例えばこういうバックパスも、右足に出してあげれば次、右サイドにスッと出せるのに、左足に出しちゃったから、一回持ち替えて、右に出さなきゃいけないとか、こういう一個一個のズレ、こういうのがすごく攻撃を停滞させた原因だったと思います。で、あとですね、結構、浦和の守備がですね、前から来ていて、まあ、例えば、チアゴに対してこっちから、こっちのサイドバックを切る形でアプローチに行くと、チアゴはここに出す。これって、浦和からすると、誘い込んでる方にボールが出てくるので、すごく守備しやすいです。で、まあこれは、後ろの局面なのでノーリスクでいいんですけど、これが前線でも行われていて、誘い込んでる方、キーパーに出させようとして、キーパーにボールが出てくる。じゃあ、キーパー次アプローチ行けばいいっていう。一人目の、プレッシャーに対して二人目がしっかり狙いを持って守備ができている。まあこういうところが浦和の守備の狙いにはまってしまっていたところだったと思います。じゃあこれどうしたらよかったかなんですけど、まあこれフリーランニングのところにもつながってくるんですけど、今回左サイドエウベル選手とティーラトの選手で両方とも足元で受けたがるタイプの選手なので、まあここのフリーランニングの本数っていうのは必然的に少なくなってしまうとは思うんですけど、右サイド小池選手もこの試合はフリーランニングが少なかったと思います。でそのフリーランニング人が少なかった原因として、中川選手にボールが入った時、小池選手の距離が遠い。で、これなぜ遠いかっていうと、まあそれがこのポゼッションの理由になってくるんですけど、ポゼッションで相手が狙った方向にボールが動いていくと、失うかもしれないので、下がってフォローをしなきゃいけない。下がってパスコースを作らなきゃいけなくて、全体的にこう下がった感じになっていきます。で、そうすると、まあこのポゼッションかいくぐったとして、まあ何本かキーパーからボランチっていうシーンでかいくぐって、まあこう前線にボールつけられたシーンあったんですけど、まあしっかりね、これ例えば高岡選手の右のパスコース作っていた場合、まあここ距離すごくあるので、さすがにここをオーバーラップしてフリーランニングでサポートするってなかなか難しくて、なのでこういう、相手の狙いをうまく外すプレーっていうのがすごく必要だったんですけれども、それがなかったので、ディフェンスラインがこうズルズル下がっていった原因だったと思います。じゃあこれどうしたらよかったかなんですけど、まあもちろん、狙われている時に、ここで無理やりターンしたら、ここに引っ掛ける可能性があるので、それは一番やっちゃいけないんですけど、これは、まあ、チアゴ選手が追い込まれるときに、岩田選手しっかり開いていて、ここでの距離が遠くなってました。これ遠くなっちゃうとどうなるかっていうと、これパス出したときに、そのまんまこう追いかけていくと、こうやって、2対1の状況を作れる、守備側としては。これって、やっぱ危ない。で、こうなるとパスコースってもう本当に、ここか、ここかってなると、次の選手もね、こう捕まえやすくなってくるので、すごくポゼッションにおいて危ない状況です。まあ、マリノスのポゼッションは結構センターバックが開いてサイドバック中絞ってでキーパー高い位置取ってってやることが多いんですけど、この試合サイドバックもあんま中入れてなかったし、その後ろのポゼッションが安定してなかったっていうのもあるので、でこういう時は逆にこう近づいた方が良くて、ここの二人の距離感が近いとどうなるかっていうと、まあ、例えばチアゴ選手に対しても行くと、でその次もこう狙っていくってやるとスペース埋めるために相手こう絞んなきゃいけなくて、で絞るとどうなるかっていうとサイドが空いてくる。サイドがスッと空いてくると、サイドを駆け上っていくようなパスが出せるんですけど、これ開いちゃうと、やっぱり、
相手もゆとりを持っていい守備ができるので、あの次出たところから奪いに行こうっていう守備のスイッチ入れやすいので、これセンターバックの距離感が程よい時、近い時の方がポゼッションってしやすかったりするので、まあここをこう改善すればね、こうやって相手絞ってくれれば、ね、サイドバックもこう絞っちゃえばマリノスの強力なサイドアタッカーがすごい空いてくるのでチャンスが生み出せるっていう、まあポゼッションにおいて相手が前から来るのであれば開くんではなくて絞った方が相手は結構嫌っていう、まあここ狭いところでやろうとすると失うリスクも上がるんだけど、こう狭くして空いてるところを使う、こういう風にするとポゼッションで相手の狙いを切り抜けることができると、まあなのでこの辺がもうちょっともったいなかったかなと思いました。はい、でフリーランニングのところなんですけれども、このゴールシーンを踏まえて解説していきたいと思います。高岡選手のボールが前田大然選手に入りました。で、後ろからサポート来ていた天野選手がいて、で、前田選手は、そのサポートの天野選手ではなくて、エウベル選手にボールを出しました。エウベル選手にボールが出ます。で、その時に、ここサポート来てた天野選手、ボールもらえなかったんだけど、そのまま走り抜けます、こっちに。そうすることによって相手ディフェンスが、こう、ついてきて、前田選手のスペースが空きました。ここですね。このスペースが空きました。ディフェンス持ちこんな感じか。こんな状況だったと思います。ここにパスが入り、トラップで、まあ、外抜けていって、まあ、多分あれシュートだったと思うんですけど、相手に当たって、で、この時相手はもう、天野選手に引っ張られてるし、前田選手だけを見ていて、完全にボールウォッチャーになってました。この局面、ゴールの局面、しっかり入り込んでいた水沼選手のところにボールがこぼれてきて、で、ここね、フリーで、レオセアラ選手に落として、レオセアラ選手が決めると。ボールの流れ的にはこんな、ちょっと変な変化がしてるけど、こんな感じで、ね、この前田選手のとこから相手に当たって、水沼選手のとこにこぼれて、レオセアラ選手に落として、それを冷静にインサイドで決めると。このシーンは、もちろんゴール前チャンスのシーンで、中にしっかり走り込んでるっていうのも大事だったし、天野選手のこのフリーランニング、スペースを作る動きっていうのが、すごく効いてきたシーンだったと思います。まあ、こういうシーンをもっともっと作っていかなきゃいけなかったんですけれども、この試合は失点のシーン。まあ、1点目はセットプレーだったので、まあ、マークを外してしまったっていう、手前で角度変えられたから難しかったとは思うんですけれども、2失点目のシーンとかは、完全に1対1になった時に、ディーラトン選手ここジョギングになっていて、で、奥の田中選手はダッシュしていて、まあ、やっぱゴールが生まれるかどうかのシーンで、ダッシュする浦和の選手の方にボールがこぼれてしまったと。やっぱね、ここ、弾く可能性があったので、で実際弾いたし、ここティーラトン選手ね、ここはサボらずに走んなきゃいけなかったんですけど、やっぱこういうところで勝負の差って出てくるので、まあ逆にこの得点シーンはそれができていたと、失点のシーンはそれができていなかったっていう、本当に基本的な大事なところで走るっていうことが、まあこの試合はかなり足りてなかったんじゃないかなと思いました。はい、とまあこの試合はまあ残念ながら負けてしまったんですけれども、次節ねヴィッセル神戸との試合で勝って2位確定させたいので、次節はねもっともっと走ってもらって、でこの試合レンタルで来ていた杉本選手は出られなかったんですけれども、次は出られるので、その辺もね戦力もまた戻ってくるので、ぜひ勝ってもらえればなと思います。それではマリノス貯金やっていきたいと思います。今回はまあ勝ち点0なので0円失点もしてしまったので0円、1ゴールあったので300円の貯金です。最近まあ F 当選とかエグかったんですけど、マリノス貯金が僕に優しいです。はい、300円の貯金です。はい、300円貯金しました。まあこの試合はちょっとね、僕の都合上プレビューマッチ、 FIFA でやってるプレビューマッチ取れなかったんですけれども、まあ試合前日に YouTube ライブで浦和戦について喋ったりとかしていて、試合後のライブ配信とかもやってますので、ぜひぜひ皆さん、この動画を見ている皆さん、その試合前日のライブ配信と試合後のライブ配信継続していきたいので、ぜひそこにも来てもらえればなと思います。はい、今回の動画はこれで以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。